はい、こんにちは。こんにちは。あ、そこの VRX さん、VRX さん。あ、はい。あ、私です。あ、かの有名な伊沢さん。こんにちは。今何やってるんですか、伊沢さん。まあ、これはオークションに出す商品の撮影をしてますね。夢は将来写真家ですか。そうですね。本当ですか。これ撮ります、ね。はい、これはオークションに載せるじゃないですか。はい。これオークションに載せたやつは店頭で買うことは可能なんですね。本当ですか。はい。できちゃうんです、ね。オークションに載ってるけども店頭で買うことができる。店頭でもどっちでも買うことができる。できるんですか。はい。ちなみにこれはレクイエムですか。そうですね。レクイエムではなくてレクサスですね。レクサス。レクサス。これもいいタイヤついてますね、はい、この商品。アップライジングさんがオークションどのぐらいで出してるんですか。大体どのくらいなんですかね。2万3000円ぐらいですかね。そんな出てないでしょうよ、オークション件数は。そうですよね。はい。常時大体300件ぐらい出てるんですね。はい、はい、はい、はい。ってことは、これが、これから、伊沢さんが撮った写真が、オークションに全世界の人に見られてしまうと。ヤフーオークションで乗ると。で、こっちに来ればこっちでも買えちゃうという。買えちゃうんです。本当ですか。はい、はい、はい。はい、最後、トッティで締めてください。トッティで。はい。詳しくはアップライジングで検索。